はい、アゲです。今日はリップルの今後のチャートと、あと今ネムがちょっと売り圧があるので、その売り圧に対してどう対処するかについて話していきたいと思います。まずリップルは、一度三角持ち合いを、下抜けして、でそのままあの40円台になるかと思ったんですけど、でまあエアドロップ1週間前に国内取引所12社が、オプトイン表明を出して、そこから持ち直しましたね。でチャートを見ると、あの上昇トレンドに乗ってますね。で日足で直近のレンジの上値と下値を引くと、もうあのもう少しで上値の、レンジをブレイクしそうな感じですね。でこの上値をブレイクすると、次の上値が75円あたりにあるんですよね。でやっぱこれを見ると、やっぱりあの好材料が入ってくると、あの仮想通貨ってもうダイレクトに、やっぱり反応がありますね。であと日本でリップルの保有率、これが世界2位なので、まあ、この上がり方はやっぱりその露骨に出てますね。であとエアドロップにちょっと絡ませてなんですけど、スパークトークンを全部もらうには本当に長期保有覚悟で、リップルを保有するのが条件になりそうなので、エアドロップ手前で売却する割合がどれだけいるのか不明なんですけど、これで本当にリップル保有者にとってかなり強い底ができると思います。でエアドロップ前の下がった時に、まあ、購入すれば、まあ、安心して保有できるんじゃないでしょうか。でこのことを考えると、リップルはエアドロップで調整が入って、でそこから長期保有覚悟の勢力と、で新規で買う勢力で、ここから本格的に上げてくるんじゃないかと思ってます。リップルが将来的には7000円コースっていうふうに出てましたけど、リップル社がフレアネットワークに何を言ったかわからないですけど、まあ頭いいと思います。で取引所ごとにいつをスナップショットにするのか不明なのもあって、でリップルの長期保有を促して価格を上げに来てるんじゃないでしょうか。であとネムについて、今ね調整で売り圧が少しあるんですけど、でねチャートを見ると日足でも変わらず上昇トレンドに入ってて、ちゃんと下値の 24.5 あたりの下値でしっかり上げてきてるので、まあ、この下げで惑わされて売らない方がいいです。逆にこの調整がないと、ネムは怖いですね。リップルみたいに急転直下になることもあるの でこの感じのチャートは本当に綺麗な上がり方をしてて、レンジしてレンジブレイクしながら上がるのが一番いいチャートの形なんですよ。今日はちょっと短いんですけど、まとめると、今後のリップルのチャートとネムの調整の下落に惑わされるのについての動画でした。以上、アゲでした。